私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃまると暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。私は今漬物会社で働いているんだけど、以前は違う会社にいたんだ。その時の後輩から結婚するって連絡が来たんだけど、事情知ってびっくりだよ。へえ、エリちゃん結婚することになったんだね。おめでとう。ありがとうございます。まあ周りのみんなからは遅れたけど、私結婚に絶対妥協したくなかったんですよ。焦って結婚して自分に合わない底辺男と結婚したりとか、そういう人生ってマジでありえないし。そうなんだね。で相手誰か気になりませんか？そうだね、相手誰なの？それがね、夏子さんの彼氏奪っちゃったんです。夏子さんって係長の夏子さん？そうですよ。長く付き合ってる恋人がいるとは知ってたけど、どうせ夏子さんみたいなおばさんとお付き合いするなんて、貧乏でハゲてて太っててなんもできないダメ男だと思ってたけど、夏子さんより5歳年下でロングコートを着こなす人なんです。でかっこいいなと思って彼のこと調べて、偶然に偶然を装ってめちゃくちゃ押しまくりの、最終的には無理やりですよ。いやいや、藁とかつけてる場合じゃないでしょそれ。え、なんでですか？だって彼だって私の方が絶対にいいと思うんですけど。それに責任取ってって言ったら結婚してくれることになったし、これでみんなハッピーですよね。みゃ、いやみゃじゃないんだけど、だって他の人と付き合っている男性だって分かっていて、要するに裏工作したってことでしょうが。結局結婚した者勝ち、結婚すれば絶対に勝ちってことですよ。それにお姑さんはめっちゃ喜んでましたから。喜んでた？子供だって産めないような女性との結婚は反対だった。そんな女なんていらないって。でも私はまだ若いし、たくさん男の子を妊娠できそうだって、そのこと夏子さんに言ったら泣いてました。知ってます？こういうの石女って言うんですよ。いや読み方違うから。いやびっくりした。夏子さんは以前働いていた会社の上司で、年下彼氏と長く交際していたの。いろいろと事情があって結婚してなかったんだよね。実際には事実婚みたいな状態になっていたんだけど、その彼氏さんを後輩のエリちゃんが奪ったってこと。私はすぐに夏子さんに連絡して話を聞いたよ。だって泣いてたって言うから心配になってさ。私が泣いてたって？そうなんです。いやもう本当にもうあーお腹苦しい。その時もこんな感じで爆笑しそうになってさ、それを隠すためにうつむいてたら涙出てきちゃって。じゃあやっぱり。まあ水木は分かってたよね。分かってました。それでもエリちゃんのやったことは許せないけど。まあね。でも来週あの子たち入籍するみたいなの。だからそれまでは黙っておくつもり。そういえばエリちゃんって離婚してる人をすごく下に見てましたよね。そう、大っ嫌いな兄嫁がバツイチ女性なんだって。だからまさかスピード離婚なんてできないでしょ。なるほど。1週間後、夏子かっかり長。あらこんにちは。どう、休日をエンジョイしてる？もちろんですよ。先日彼と入籍して受理されました。係長から彼奪っちゃってごめんなさいね。でも石女の係長より若い私の方が義実家も歓迎してくれてるんで。あ、お姑さん借金まみれだから軽く1000万以上あるっぽいよ。え？いやエリちゃんがあまり物事を考えないタイプでよかったよかった。借金って負け惜しみですか？うちのお母さんブランド物いっぱい持ってるし。そうそう、それ全部偽物だから。しかもスッチってロゴになってたりするやつね。偽物とも言えないようなレベルのものだよ。確かに昔はブランド物たくさん持ってたみたいだけど、散財癖がすごくてね。それで旦那さんに捨てられちゃったくらい。な、え、え？まあ普通の人ならあの人のヤバさに気づくと思うんだけど、だって普通の人は自分の息子を無理やり奪った女性に対して、前付き合ってた女は馬爪だなんて言い方しないでしょ。馬爪って本当にひどい言い方なんだから。それに私は全く問題なくて、種なしなのは彼の方は。何それ、そんなの聞いてない。
私妊娠してるのに。え？じゃあそれ違う男の子供だよ。知らない。人の彼氏を奪っておいて企んまでね。天国には行けなさそう。でも係長はお母さんに認められなかったくせに。だから結婚させてもらえなかったんでしょ。私は認められたんだから。なんか勘違いしてるみたいだけど、確かにあの人は私たちの結婚に反対してたよ。でもただ文句を言いたいってだけで、そこまでの反対でもなかったの。じゃあなんで。むしろ反対してたのは私の親なんだよね。え？自分で言うのもなんだけど、私の実家って結構裕福でさ、医者とか弁護士が多いんだよね。で、前に彼が結婚の挨拶に行った時に子供が望めないことを言ったら、父親がもうブチギレちゃってさ、それなら結婚しない方がマシだって大騒ぎするから、とりあえず事実婚っていう形にしてタイミングを考えようなんて言ってたら、ずるずる長い付き合いになったってわけ。別にいいです。私幸せになりますから。うんうん、幸せになってね。私たちの関係もマンネリだったし、流されて企んされるような間抜けいくらでもくれてやるから。うぐぐ。1週間後。水木先輩どこですか。家に行ったらいないし、知らない人出てきて、自分たちは数年前から住んでるって言われた。もうずっと前に引っ越したけど。新しい家どこですか。迎えに来てください。はあ、何言ってんの。というかエリちゃん結婚したんだよね。騙されたんです。騙された。まあ全部夏子さんから話を聞いて知ってるけど、義母が月に50万援助しろって言ってきてるんですよ。月に50万とはすごい金額だね。あんたとの結婚を認めたのはあんたが若い女だから。見た目だけで頭の中身なんて何もなさそうな女。でも男はこういう女と遊びたがるんだから、夜の店で働けって。嫁に対してそんなこと言うなんておかしいでしょ。はあ、だから私逃げてきたんです。止めてください。いや、嫌なんだけど。なんで。なんかいろいろ訳ありだったみたいだけどさ、夏子さんの彼氏を取ったのは本当のことでしょ。そんな人間を夫や子供、猫がいる家に入れるわけないじゃん。しかも企んまでしてたんでしょ。子供と猫の教育に悪いから。はあ、そんなのおかしいじゃないですか。私困ってるのに。例えばさ、めちゃくちゃヤバい犯罪者が助けてって言ったからってエリちゃん家にあげたりするの。しないでしょ。私のどこがヤバい犯罪者なんですか。ちょっと誇張した表現かもしれないけど、関わりたくないのは確かだよ。というか私とエリちゃん数年会ってないよね。そんな関係の人間じゃなくて友人とか家族を頼ればいいでしょ。人の彼氏を奪うようなことをしたから自業自得だって言って、友達から絶交だって言われたんですよ。親も同じ。あんたみたいな子が自分の子供なんて恥ずかしい。もう帰ってくるなって。へえ。毎日のように義母から連絡が来て、もうノイローゼになりそう。そんなん私に言わないで旦那さんに言いなよ。あの人は本当はあのまま夏子と一緒にいたかった。無理やりとはいえ最終的に受け入れたのは自分だから結婚した。でも君のことを好きなわけじゃない。妊娠した。でも俺の子供じゃないよね。最低限の生活費しか出さないよ。というか養育費は払いたくないから弁護士に相談に行くね。俺の子供とは認められないからって言われて。生活費出してくれるなんて優しいね。ああ、もうダメだわ。今日は体調が微妙。眠すぎる。寝るから、じゃあね。待って、住所。だから、そんなトラブルメーカーの人なんかお断りだって言ってるでしょ。自分で選んだ人なんだからうまくやりなよ。じゃあね。お願いしますよ。そもそもの話、無理やり既成事実を作るような形で強引なことして、それで幸せになれると思っていたのが甘すぎると思うんだよね。さてエリちゃんの現状なんだけど、入籍したらお姑さんは本領を発揮して月50万仕送りしろだの、毎日家に来て家事をしろだの、すごいんだってさ。水木と夏子の LINE。 水木やっほー。夏子さんこんにちは。ごめんね、あの子水木のところにもしつこく連絡してたんでしょ。大丈夫ですよ、もうブロックしたから。迷惑かけちゃったね。いえいえ。そうそう、エリちゃん夫婦の新居にお姑さんが押しかけてきたんだって。借金が膨らんでどうにもならないし、家賃も払えない、だから同居するってさ。うわ、夜働いて月50万も仕送りしろなんて言ってた人と同じ家で暮らすって相当きついですね。
彼の方も母親がすごく苦手だったからきついと思う。でもね、これでよかったのかなって思うんだ。結局のところ、彼はエリちゃんに押し切られちゃったわけだし、事実婚みたいな状態だから、感覚も麻痺してたけど、彼に対する不満もたくさんあったしね。うちの父親に対して向かって行ってくれない彼のことを、私が守らなきゃ、みたいな気持ちになっちゃって。夏子さん、合コンしないと合コン。え？合コン？そう、こういう時は合コンだよ、合コン。そうね、パーッとやるか。その後、エリちゃんたちの新居にお姑さんが突撃して同居が始まったよ。エリちゃんも行く場所がないから結局逃げられず、旦那さんも企んが分かっているならスピード離婚しちゃえばとも思うんだけどね。エリちゃんとお姑さんが喧嘩しているのを見てニヤニヤしてるんだって。エリちゃんに対して復讐してるつもりなのかね。正直すごくずるい人だと思うし、夏子さんがあの人と結婚しないでよかった。夏子さんは人望のある人だからみんなから誘われまくり、そして夏子さんに憧れていた男性陣たちがアプローチしているらしいよ。なんか吹っ切れたみたいですっきりした顔してたし、とりあえず安心かな。それにしても人のものを奪うのは良くないよね。わかる？にゃにゃ丸には自分のクッションがあるでしょ。それは私のだってば。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。